皆さんどうもこんにちは。今日はですね、最近私が推しているアイドルというのがいまして、今日はそのアイドルとチェキを撮ってきたいと思います。でですね、最近サンリオからあのアイドル活動支援グッズみたいなのが販売されていて、こういった可愛いチェキホルダーが売っていたので買ってきました。今日私の推しのアイドルと一緒に写真を撮って、このチェキホルダーに入れて持ち歩きたいと思います。では早速アイドルに会ってきます。ポムヤマさんです。ポムヤマさん、握手お願いします。ポムヤマさん、握手お願いします。ポムヤマさん、あの遠くから会いに来たんですけど、握手お願いしてもらってもいいですか。ポムヤマさん、お手は、お手お願いします。おめおさん、お手結構塩対応でした。じゃあね、チェキを早速撮ってもらおうと思います。じゃあカメラマンさん、チェキお願いします。デッキはどうでしょうか。さっきのと合わせて、お、顔が暗い、顔がめちゃめちゃ暗い。なんか嫌でアイドルやらされてる感じです。出てますね。あ、でもすごいいい写真。よかったね、ご褒美にクレープもらったね、ポムヤマさん。かわいい。あ、そうこうしてるうちに。すごい。あ、これピンショットはめっちゃいい写真。いい感じになりましたね。撮影会は続くので。2枚目はまだ色が出てる途中ですね。すごい、どっちもいい写真が撮れました。いいね。これをじゃあ、あのサンリオのチェキホルダーに入れていきたいと思います。はい、というわけでポムヤマアイドル会に参加してきました。たくさんポムヤマさんの可愛い写真が撮れましたよ。いい顔してますね。私と撮ったポムヤマさんの写真、心なしか緊張してるような感じがしますけどね。はい。でですね、これからこのポムヤマさんの写真をこのサンリオのチェキホルダーにですね、おまけがこれついてポンポンプリンのチェキホルダーに入れていきたいと思います。さあ、どんな感じになるかな。はい、それでは開封していきたいと思います。かわいいですね、このポンポンプリンが入ってある。お気に入りのチェキを可愛く持ち歩こう。バッグにこれつけていつでもポムヤマさんと一緒に歩けるっていう商品なんですね。では早速おまけをまず、私も
はマイメルちゃんの方が好きなんで、マイメルちゃんのおまけをつけてもらいましたが、よいしょ、おまけをまず取って、よいしょ、あっ、この部分のキーホルダーだ、お、キーホルダーになっている。はーい。で、こちらのところを開けて、このポンポンプリンがある、絵のあるところを取り出すんだね。あ、やっぱそうだね。ここを取り出して。今回入れるのは、こちらの小宮山さんをチキホルダーに入れます。よいしょ、そしてここを閉じて、ではいきますよ、じゃん、中央点がずれてる気がする。よいしょ。もうちょっとこっち？こっち？あれ？いいのかな？よし、これで OK だ。では改めて。じゃーん！完成！どうでしょう？かわいいポンポンプリンとポムヤマさんがこう並んでね、親子共演っていう感じですけどあ、ちなみにポムヤマさんっていうのはポムポムプリンと山伏のハーフなんでね、ポムヤマさんって言います。はあ、すごいかわいいグッズが誕生しました。これ世界で一つだけのオリジナルグッズですね。はい、最後に私がいつも愛用しているバッグにじゃん、つけてみました。すごい存在感ありますよね。これでいつでもポムヤマさんと一緒にお出かけできます。やったー。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録と高評価お待ちしております。次回もね、また動画見てください。バイバーイ。